桂ツラは日本の元俳優、落語家。本名は不明。桂ツ金次の弟子で俳優としても、日活映画やテレビドラマにも数多く出演し、石原雄二郎や吉永さゆりと共演したこともあった。また、ポルノ映画にもたびたび出演している。1976年10月3日から始まった、桃太郎侍では、お化け長屋の住人、関大役で、 準レギュラーとして出演していたが1978年7月23日放送の第93話を最後に出演しなくなった。1980年代に入ってからは出演作品はなくなってしまったが2002年4月26日に放送されたビートたけしの自伝をダンカンが脚本をしたドキュメンタリー映画浅草キットの浅草キットで久々にテレビに出演した。 現在は、俳優業は引退。東京都世田谷区にある寿司屋、古漢寿司の店主を務めていたが、店は、息子が受け継いでいる。松崎安子。東松原の、古漢寿司。アビエルタ株式会社社長ブログ。アメーバブログ。2019年8月1日閲覧。古漢寿司の由来は、上記の方のお父様が、初代店主。 そのお父様が若い頃落語家をやられていて、その芸名が古漢だったとか、そこから取ったお名前だそうです。ありがとうございます。